こんにちは、シーバードです。今回は大人気メーカーサーのブースターをご紹介いたします。千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。サーのココブースト、見た感じからこだわりがうかがえるようなサー独特の雰囲気があります。メタリックボディに2つのフットスイッチ、そしてブーストミッドのつまみに、ここにフリケンシーの3ウェイのつまみがついています。オープニングでご覧いただいた通りですね、こちらのフットスイッチとこっちのフットスイッチ、左側のフットスイッチはクリーンブースターです。そしてこちら側、右側のフットスイッチはミッドのブースターです。ナチュラルにブーストされるこっちのクリーンブースターに加え、ガツッとブーストされるミッドブースター、この2つをですね使うことで一気に音色が多彩になります。オープニングで鳴らした感じですね、この右側のミッドブースターはもうほぼほぼオーバードライブのような機能なんですけれども、コンパクトエフェクターのオーバードライブのように癖がなくですね、そのアンプの良さを引き立てるようにブーストしてくれます。アンプをクリーンで鳴らしてて、そしてちょっとパキッとさせたい時にクリーンブースターで、ガツッといく時にこちらのミッドブースターを使用するんですが、全く違和感なくですね、心地いいまま厚みが出てくるという風な感じの素晴らしいブースターですね。で、注目すべきはですね、ここですね、フリケンシー、このフリケンシーのつまみなんですけれども、3ウェイになっていて、ブーストしたい周波数をですねここで選ぶことができます。で、基本的にこのクリーンブースターの時はこっちのブーストのつまみしか効かなくて、こちらのミッドブースターになると全てのつまみが稼働するようになるという風な感じです。オーバードライブでブーストするとどうしてもその個体の癖というものがですね出てしまうんですが、この全く癖のないですね自然なブースト加減をぜひぜひこの後ですねお聞きいただけたらなと思います。